落ちてるバナナを食べてはいけません。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、はい、出発。さあ、今回のメンバーは、お、さっちゃん、ちょっと待って。はい、さっちゃん、ミラさん、お、キャンディーさん、行く。よし、行こう。とりあえずね、あとくるみんとキャンディーさんの服の強化をしたいんだけど。あ、あと1回じゃなくて、もう1回もう1回分あったわ。マジか。いっか。行こう行こう。なに、誰に押されたの、さっちゃん。怖いんだけど。さっちゃんの後ろ誰もいないよ。お、なんか綺麗。パープルクリスタルとクリスタルやって。え、なに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 、え、一発でやられた今。え、めっちゃびっくりしたんやけど、何事かと思った。え、マジで早くない？あ、そっかそっかそっか。なるほどね。もうね、何が起こったんか全くわからんかった今。なんかこう、なんていう、顔のさ、上半分結構暗いのに、こう下、床からの反射でさ、ちょっと、下の方だけ明るくなってるやん。怖くない？結構怖くないあれ。ちょ、みんなして、みんなして私のことそんな風にしないでくれる？めっちゃやってくるやん。お、いいね、いいね。今の頃ね、さっちゃんの服装がめちゃくちゃ可愛いと思うよね、私は。え、超良くない？いや、可愛すぎるやろ、このパステルな感じ。てか結構強いな、やっぱり、あれ？最後のステージやけん。めちゃくちゃ強いんですけど。ほら、一発で結構持ってかれるんよね。その上、こっちの攻撃もなんかそこまで効いてる感ないし。大丈夫か。半分以上持ってかれるけど大丈夫か。ね、一回の攻撃で体力。ものすごく好き。二人は分け合うを覚えた。相手が HP バナナを使い切っちゃった。じゃあ自分のを半分こしよう。優しい。優しい世界。あーでも、まあ、あれか。ゆるゆるとではあったけど、確実に効いてはいるので。あとの3体ももうちょっとでやっつけれる。お、いいね、ナイス。から焼き。お、まあ、手を抜いても挟み撃ちをしてくれるならいいね、いいね、いいね。で、多分さ、え、私的にはこの周りのクリスタル、この2匹の方が弱いんかなって思っとったんやけど、真ん中のそのパワーボタンみたいな方が先にやっつけれてしまった。逆なんかな。アンコール。オッケー。いけ。よし。オッケー。余裕だね。余裕ではないけどね。やられてるし一人。あ、つらい。つらいよ。さっちゃんももうちょっとでやられてしまうよ。頑張ってくれ。HP オーナーだ、大事。回復大事。でも多分次一発でやられるような気がするよ。お、やったね。汗かいちゃったよ。お、レベルアップ、いいね、いいね。お、ボーナス経験値も結構太い。さあ、それじゃあこれはさっちゃんに。さっちゃんレベルアップ。氷のサラダ、美味しそう。てか綺麗。ね、レッツゴー。どっちのスイッチを入れよう。でてててててて、はい、左。お、 HP バナナよかったやん。さっちゃんは HP バナナを1本ゲット。ちゃんと補充しとかんとね、使った分。走ったら痩せるかな。太ってないでしょ。全然大丈夫でしょ。よし、もう今回も
これも、は、上。いきます。そっか、この方法でやっていったらいいかな。うわー、また来たよ、ファイヤーデーモン。頑張るよ。から焼き、今度はやる気があるのね。MP 蹴散らないのね。いいね。確実に一体仕留めていく。みんなが協力しやっていこう。あ、そういう回復の方ね、ありがとう。まあ、それも大事やけんね。攻撃の方かと思った。新しい技、お仕置きフォーク。いけ。全体攻撃。いいね。ミラいいね。お、かわす？さすが。褒められて調子に乗ったかと思ったけど、きっちりその辺を判断できるわけね。もう全然クリスタルたちに比べたら全然弱い、大丈夫。全然大丈夫。パニシメント消滅。いや、かっこいい。パニシメント決まった時めちゃくちゃかっこいいよね。一発着地やったらいいのにな。まあ、そしたら簡単すぎるか。余裕だった。お、今回はあれなのね。ボーナス経験値はないのね。あるんかと思った。ある時とない時の差は何なの？ちょっとよくわからないんだけど。あ、クリスタルいる。パープルクリスタルがいる。ハサミ打ち。頑張ろう。いけ。そうやね。このパープルクリスタル2体を先にやっつけた方がいい感じかな。お仕置きフォーク。頑張って。みんな愛してるよ。この向こうの攻撃はめちゃくちゃ効くし、こっちの攻撃はあんまり効かんしっていう感じやもんね。あれ、さっきまでよりも弱くなってるような気がする。はい、メガキュア。何ケチってんだよ。余裕かましてんじゃねえぞ。超回復料理。あ、それでも全部は回復できんのや。興奮した。よし、その調子で、その調子で攻撃してこう。いけ。お、いいぞ。とりあえず1体ね。向こうの1体も仕留めたい。なんかね、結構あのダメージはあるんやけど、ダメージはあるんやけど、なんか5っていう冷静に鈍い音がするけんさ、なんかねなんか痛そうじゃないよね。もうちょっと派手にやってくれたらいいの。お、これで2体とも仕留めれた。あとは真ん中のやつだけ。なんていう名前やったか忘れたけれど、キャッホーイ。おお、全員ありがとう。いいね、余裕だね。楽勝だった。ここでもボーナスがある時とない時の差は一体何？いまだに私は分かっていないけど、毎回もらえるもんだと思ってたよ。ちょっと、おー、ハプニング。誰？ピッコーちゃーん、お大事にね。はい、そしてもちろん続けます。はい、それじゃあ料理をお任せで。さあ、どうすか。あー、めぐちゃんが3人ほどちょっとお亡くなりになってるかな。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。愛の奥義ください。これはめぐちゃんってことやね。ください。てか絶対当たる、当たるはず。当たらないわけがない。ほら来たー。ほら来たー、愛の奥義。オッケー。さあ、どんどんパワーアップしてこう。はい、めぐちゃん、いいね。全体的に超派手派手。はい、そしてお小遣い。
お、くるみ、今度こそ服をちゃんと買ってきて。ちゃんちゃんこの猫ね。おー、よかったよかった。今回はちゃんとしてるね。うんうん。さあ、ここで、どれがいいかしら。オレンジかな。はい、これで。でも701ゴールドじゃ何も買えないから出発します。で、あとはキャンディーさんの服装を変えれば大丈夫。待って、誰、さっきの分からなかった。はい、プーさん、そしてはい、ミラさん、お、ユウカさん、行こう。次のところやね。はい、オッケー、来たー。そして次さ、めっちゃクイズマンが当選簿してないけど。調子がいまいち、大丈夫？映った風。お、なんか落ちてるよ。あ、なんか落ちてるよ。落ちてるバナナを食べてはいけません。てか、バナナが落ちてる状況なんかそうそうないけどね。はい、グッジョブ。これは、あの人どこかで。あ、スムじゃない。大丈夫？お。てか、また顔、お。また顔取られたの？どんだけ取られるんだよ。うわー、助けてー。ここでその顔をパシッと。パシッと。大魔王アスムの幻影。幻影。なるほど、影なのか。え、実体はないの？あるよね。ちょっと待って、さあ、今の間に来い。幻影もガードが甘くなったりするのね。キャー、やめてー。あ、出た。やだよ、やめてー。夢の中で攻撃してくるパターンのやつ。精神的に、肉体的にもか。罠大事。罠が大事だということは、私は、ドラクエビルダーズでちゃんと学んでいる。ふふふ。ドラフォーク。わー。ふぅ、セーフ、セーフ。あ、二人寝てしまう。こっち来ないで。何の夢を見てるんだ。そして、肉体的にきっちりダメージを受けてるっていうね。精神的にならまだわかるけれど。私のために争わないで。何それ、ダメージ受けるような夢それ。派手やな、ちょっと贅沢な感じの夢を見てらっしゃるみたいだけど、すごいね、さすがやね。起きた瞬間に HP バナナ。お、もうこれ結構やっつけれそうな感じ、もしかして。なんかいけそうな感じするよね。なんか相手側はアスムの姿勢的に、あれ全然かな、わからん。わからん。今度はゆかさんが、あ、やめてよ、そうやって全員眠らせていくのやめてくれる。みんな頑張って、こっち来ないで、私のために争わないで。そっちの夢を見てるのね、やめてください。あー、もう寝てないのプーさんだけなんだけど、つら。みんなめっちゃ寝てる。ここから出してー、苦しいよ。キャー、体力がどんどんと減っていく。起きて、みんな起きて、きっちり起きてくださいな。あ、やっぱりね、やっぱりねってどういうこと。何もやっぱりじゃないでしょ。ゆうかさんがまさかの悪夢でやられてしまうという。頑張って、頑張るんだ。上回復料理よし、これでちょっとノリノリになろう、みんな。今は乗れない、なるほど。ふっふっ、怖い、こんな格好で。ふっふっとか怖すぎるんやけど。
スミカ頑張って耐えて耐えて。 Hバナナがない。お、一瞬食べよう。半分こういいねいいね。さすが。ちょっと待って、めっちゃ興奮してるけど、アユナの顔、心から好き。二人は心の声を覚えた。自分が倒れていて相手が致命的ダメージを受けるとき HP を回復させる。ひゃっほーい。ちょっと待って、もう一人プーさんもノリノリになってもらおう。これはよし、ノリノリ。そしてちょっと命もね。そして復活して早々のノリノリ最高。なんか危ない集団みたいな感じに見えるけど。あー、また眠ったか。そう、興奮状態の時にやめてもらえますか。悪夢とかつらい。自分へのダメージまでは増えてないよね皆さん興奮してから誰かに攻撃した。そんな記憶が一切ないんだけど。え、これさ、悪夢に誘われるのは何なの。百発百中なの。あ、全員寝たんだけどほら、全員寝てるし、延々と悪夢にうなされてる。つらい。起きて起きて。攻撃を剣と起きんとかそういうことかな。やめてよ。お、発射準備。そのまま。いけ、人間解放。着弾確認。ひどいよ。まあそういうのは気にしたら負けだから、気にしない気にしない。みんな大丈夫か。向こうも我に返ってしまったわ。ふっ、結構まだまだかかってしまう感じかな。ちょっと待ってね、控え料理ね、大事。これは寝とっても回復してくれるんかな。宴会料理作ってる途中、途中だよ。ちょっとよろしくないよ。お、こんなこともあろうかと。さすがプーさんさすがすぎるわプーさん。さあここでちょっとね、はい、ちゃんと回復しとこう。回復大事よ。はい、オッケー。かまいたち、だいぶ強いよね。だいぶ強いし、この悪夢見せられるのが一番。うわー、もう寝て攻撃ができになるっていうのが一番きついんですけど、しょうがないな。お、優しいね半分こかと思ったら分けるの。分ける、そのまんまあげるのね。アユナも今はね、もうさっきのでバナナがなくなってしまったよね。お、上回復料理。さっき作りかけとった宴会料理はどうなったの？ダメやったんかな。ふー、みんな頑張って。お、さすがゆうかさん、HPバナナ盗んできた。さあ頑張って頑張って。いやー、辛いよーなんか全然やっつけれるような気がしなくて辛いよ。断捨。結構いけたかと思ったけど。よしよし、ちょっと待って。はい、オッケー。さあ行こう行こう。逃げたい。逃げないで。一回一回の攻撃が結構重いんよねいけ、裏をつく、挟み撃ちだ。えい、あと相手どれぐらいあるんかな体力。それさっきから多分相手の体力表示するページとか飛び寄る気がするけど、表示してないよねいけ、
ちょっと待って、プーさんの後ろに隠れるとかマジ最悪すぎるやろ助かったじゃねえよ、人は犠牲にするのね、そうやって簡単に。故障発見、あーなるほどね、故障じゃない故障ね、なるほどなるほど、故障発見直さなきゃどういうことかと思った一瞬、故障っていうか故障。さあ頑張れ、 MP 雨が足りない、え、あでもまあ MP 雨は足りんかもしれんけど、でも全然 MP 減ってないよ大丈夫じゃない、ちょほらもうアイナがそういうことするけんゆうたさんに嫌われたやん、寝るし、キャー痛いよー、もう修理完了、オッケー、いけ、お、いけた、やったー、ミラさんだけちょっとやられてしまったけれど途中ありがとう、いえいえ、無事でよかったね。お、ボーナス経験値1000、その辺のモンスターの方があれじゃない、ボーナス経験値上じゃないどうしてなの、お、ミラさんレベルアップ、究極の美味超レアゲット、いいね、究極やけんね、はい、これで顔が戻った、はい、戻った、戻ったよ、ちゃんと元大魔王は住む、元大魔王を急にしょぼく感じるな、ひどい目にあった、あ、僕のこと覚えてるかな、もちろん大魔王、うん、今は普通の人間だけどね、大魔王が倒れて僕は解放された、魔王の呪いからね、大魔王は悪いことたくさんしたけど、あれは僕の意思じゃない、これだけは信じてほしい、ふんふん、ところで君、新しい魔王超魔王と戦ってるんだね、うん、そうだよ、大魔王の償いをしたいんだ、僕にも手伝わせてくれないかな、もちろん手伝って、ありがとう、頑張るよ、よろしく、軽い元大魔王アスムが仲間になった、元大魔王ってなんかパワーワードすぎん？お、何か出てくるかしら、何か埋まってる気がする、掘ってみよう、よーし、ここ掘れ、ワンワン、あれ何も出てこなかった、マジか、はあはあ、疲れただけ諦めよう、みんな見守ってるのにそこ諦めちゃうのかそりゃみんなもびっくりするよね、うん、ほい、それじゃあ料理をお任せで、やっぱり何をあげても苦手な人は苦手なんだな私もしかして今2回目押した、あ、お任せをしたんや、その横の戻るを押したつもりだったのに、はい、それじゃゲームコーナーでルーレット、ボス猫手袋が欲しいな、今回結構割合きついような気がするけど、ここはちょっと私の運でボス猫手袋が欲しいです。あ、これいけそうじゃない？え、どうなどうな、ダメダメダメ、そこで止まっちゃダメ、ちょっと過ぎて、あーダメーペアル貢献 A クラスゲット、さあここは、うーん、はい、さっちゃんとあゆな、それじゃあバカンスへレッツゴー、さあ思う存分羽を伸ばしてくるがいいさ、二人は旅行を楽しんだ、楽しかったねねー、スキルレベルアップ、
り好き。2人はハサミ撃ちを覚えれた。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き大ダメージを与える。ふい、そしてお金はちょっと足りんかな。1701円じゃね。うん、足りないね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱ集めた料理はそうでもないんやけど、集めたお小遣いはあっという間に消えてくね。つら。